ね後ろになるシオンじゃないか？ほーら、ほーら。 ね、そこでちょっとごたつですこの動画がですすいいただきありがとうございます本日は「テンスラ日記、えー」こちら見ていきたいと思いますよろしくお願いしますえと今日ね朝から結構頭が痛くてで薬飲んでみたんですけどなかなか効かなくてですね早速ちょっとリアクションの方行かせてくださいあと1本この後撮るのもあるんでなるべく早く終わらせてね今日寝て明日以降のねちょっと撮影に万全で臨めるようにねさせていただきたいと思っておりますはいというわけで皆さんも録画したものもしくはビヨンダバンドを使って一緒にお楽しみください簡単の動画なご案内りいました 本編スタートです。よろしく頼むぞ。はい、スタートでーす。すごい落ち着いた音楽だね。ねうん。この二人で、しかも膝いのに乗って。いいね。で、ちょっとこの二人揃うと、名前間違えそうだわ。うーん。 まさにあれじゃないテンペストに来てさ、ミリムとかはあれなんじゃない太っちゃうんじゃないみんなここに来たらさ、ご飯美味しくてみたいにありそうだよね。いやいや、ここ乗っけないで。ねえ。リムルの頭、頭でいいんだろうけどさ。え <laughs>、ポロポロ、ポロポロさ、こぼしますね。えこゆってるのねえ。ミリム。 いや、けどいいなーこの縁側で竹林と紅葉を見ながらさ、お茶飲めるなんて。いや、すげえ贅沢な時間の過ごし方だよね。実際問題、あんな縁側があって、家に、あんな風にさ、全開に開けて座るかっていうと座んないんだよね。なんか虫入ったら嫌だなとか思っちゃうじゃん。いや、今回は実りの秋っていうことだから、 お米の収穫っていうお話になると思うんだよね。他にだって秋っぽいイベントって何がある秋。まあそれこそあれか、もみじ狩りとか落ち葉拾いとか。あとは、なんだろう。芋焼き芋あとは、なんだろうな。 だから結構あれでね、日本でさ、日本で子供たちがとかはみんななんか一年間通してやるイベントみたいなのをさ、散りばめられてこっちの世界らしさで見せてくれるみたいなのがあるよね。ああ、だからやっぱあるんじゃないかな。ねえ、さつまいも掘りしてるし、焼き芋っていう展開は。うん、そこにちょっと俺は期待したいね。で、今、しおんが出てきたとこを見ると、その回があるんならしおんちゃん出てくるんじゃないかな。 またしずさん出てくる回もあんのかなうんこれも本当に普通に面白いわもうずっとやってほしいこれもさあうん、うん、実井の秋やっぱここかお米の収穫かうんうんはいはいはい 似合うな麦わら <laughs> うーんあえミリムもやるの一緒に大丈夫かうんええトレーニーさんえ米じゃなくて芋お米かと思ったよあ <laughs> 両方だねえちょっと待ってちょっと待って いや、何を持ってんのなんか、あのさ、スプーンってさ、スイカとか食べるときに使うやつじゃない種とかがほじくれる。違ういや <laughs> いやいや、よくわかんねえけど、あのスプーンにとにかく目がいっちゃって、俺。これはお茶か今の。茶畑か。うーん いやーこんなちゃんとしっかりしてんね。いやー俺もリグルドの肩乗りてえなあ、あんなマッチョの。ああ、この子さ本当によく出てくるよねうーん。上品だね、振る舞いが。あ、けどあれだ、厳しいんだ。ああ <laughs>、ええええー <laughs> こんななのこの子。めっちゃなまってるじゃん。え、こんな一面があったんだ。<laughs> やば。いやいやいや、すごいね。変わりようが。<laughs> ってか、ゴブタの花が。<laughs> うーん、上司としてはあれだね。生者に対して最適だね。 かなりあれ、ブラックになりそうな気もするけど、やり方が。なあ、昔からなんだ、しかも。<laughs> 有能でいいんですか、そこはね。んねえ、オープニングのまさに、なんだ何が始まんのここ。因縁の対決。芋掘り対決か、もしかして、この流れ。 えいや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 。ほら、ほらね。やっぱそういう流れだよね、これね。いや、頑張れシオンねえ。いや、すごい映像がかっこよくないねえ。ここのシオン超かわいい。うーん。頑張れ。あー、いや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 。 ここまでつながってるかな芋掘りって楽しいよね。俺すげえ好きだわ。そんな何回もしかやったことないけど。<laughs> 確かにね。仕事をはかどるわな、な戦ってあんな頑張ってくれたら。うん。トレーニーさんは何掘ってんのあー、じゃがいもか、こっちは。ははは。 うーん。ええドライヤードはジャガイモから生まれんのドライヤードはなんか植物の管理とかが得意なんですとかそういう話なのかと思ったら。まさかの新情報。え、冗談だよね、けどえガビール <laughs> どんだけさ。うーん。 歌うなよ今の流れいいねうんいい例えだねうん本当だね <laughs> そんなに念を押さないとあれなんだろうね踊っちゃうんだろうねすぐうんいいねえ 何いや、歌ったやん。歌っちゃったじゃん、結局。<laughs> じゃあ、そのまましとけばいいのかっていう話だよね。<laughs> なんだ、アイキャッチか。いや、ちょっとやりたいんだけど、これ。え突然の、なんだ、これは。 トレーニング的な感じか2人でねいやーまさ、あ、らそ,そうだろうないやくもみてえだななんかいやー無駄に音楽が超かっこいいっていね音楽っていうか今の音あああ栗もあるかそうかえク栗 広いえ何この子ああこの間の猫かうーん秋といえばそうだ栗広いね栗ご飯おいしいよねあ柿ああ言われてみればあスターウルフって言うんだっけこの子たち あ、しいたけ。あ、松茸え松茸やばくないこんなの。えああ、価値はあれなんだね。この世界では高くないんだね。<laughs> うーん。いやー世界も変わればこんなに変わるか。 シナちゃんはそっちのお金なんだ何ああいじけてんだね <laughs> いやいやいや分かんないだけだよいや俺もマツタケってさそんなおいしいもんだと思わないんだけど匂いといいあドロドロじゃん <laughs> そうそれおお でかい。あー何、なに大きさも競ってんの。えぇ、ー、やばけどあれ、孵化すの大変そうなんだけど、大きすぎて。似た方がいいね、細かくして。勝ったね、今回は。<laughs> いや、ちっちゃ。 いやーこれシオンさん気持ちいいだろうね <laughs> あ立派そうなまたうーん太いえー、バケモンみたいなのえー、どうなのうわーえー、でかすぎでしょ <laughs> ちょっとね、大きな株みたいな大き形じゃん。二 <laughs> 人がやればね、本気でね。いやー、美味しそう。いやちょっとね、あれ、うん、あの子もいる。あ知らないんだね。 お、ね、ち葉でね友達のおじさんちやってくれたな思い出すなこれ見てるといろいろ本当にのんのん日和という,こう,いう日常系のさイベント挟んでくるのはいろいろ思い出させられるよね日本語 <laughs> これどうすんのこの芋をねうん湿ったあれだよね新聞紙とかで包んで入れるといや これ焼けないと思うよ。いけるねえ。<laughs> いけるかないやいやいやもうだって、いつかは食べないとだし。うーん。そうなんすよ。 うん。<laughs> いや、いいよ。大賢者さんいいって、そんな情報は。いや、けど、一番食べれるの遅いよ、この中で多分。うーん、かわいいね、その反応。いや、とりあえず先に細い、ちっちゃいのを焼いた方がいいと思うけど。 ええー、もうどんだけ可愛いのいやもう、ねえ、可愛い。んシオンはあれだね。ミリムがさ、取られても、あミリムじゃねえ、リメルが取られてもあんまあれだね。嫉妬してないね。早速名前間違ったけど、今回。ああ、星柿か。美味しいよねー。 大好き。いや、あったの。文化としてあったのもういろいろよくわからねえわ、この世界観。スイーツ同盟なんじゃそりゃ。うーん。じゃあ、貴人族のとこにはずっとあったんだ。ここに来てからでなく。お父さん映らないか。 うーん思い出のあれなんだねえな何どうしたうん何にいやいやいや突然何をしてるんだよ泣かないようにやってたのかな違うかなあっ そういえば今回ゲルド出てこなかったねうーんじゃがいもはやっぱじゃがバタだよねふかしてバター置いて最強にうまいと思ううーん 本当にトレーニーさんはジャガイモから生まれたのあれが冗談なのか未だに分かってないんだけど、俺。んえ <laughs> そんなこと言ってるねえ。自分が食べたいんじゃなくてかいん自分のお店用かこれ、もしかして。 ねえ、持って帰っちゃおうとしてないこれ。もう怖いわ、トレーニーさん。ああ、美味しそう。最近の焼き芋のさ、芋がさ、トロトロになりすぎて俺逆に嫌なんだけど。昔のちょっと硬めの方が好きなんだけど、これ分かってくれる人いない何でもなんか甘くなってトロトロになってる、このサツマイモの今の主流の流れが嫌だ。<laughs> んうーん美味しいよねーいやーそこらへんどうなんだろうねーええな何えこれ誰え何者 えわからない。俺忘れてんのかな誰だっけ今の。え何なのえ、めっちゃ気になる <laughs>。コメントでぜひ情報うーん。いやー、ごぶぞうかわいいな坊ぼちゃんみたいだな <laughs> カバオくんとボーちゃんを足して2で割ったみたいな感じだななんか黄昏れてるねん えー、なんかすごい悲しい音楽見ると <laughs> いやもうなんか分かったわ今そんな感じだろうなってこのアニメ <laughs> 無理だってバカなの挑むなんて早すぎだろみんな <laughs> サツマイモですよっていうねうーん <laughs> いやーあれだね悲しんでる暇もないね本当に悲しんでるのか分かんないけどいろいろ何を思ってんだろううん逆にいいじゃんねそっちの方がうんいいねなんかこの差し入れレースですって持ってきてもらって食べる感じ 出てきたギルドが持つとちっちゃいなあれ多分結構大きいんだろうけどんああ何捧げてるのうーんでこの子も必ず来てくれてねああやっぱ捧げてたんだ あ,これさあれじゃないオークロードになったやつの声じゃないの今の違うかないやーなんかここの世界いいなほんとにうーんうん いやトレーニーさんあなたけど結局ここであれでしょ収穫したものを持って帰りたいだけでしょえなに何な何いなくなっちゃうのえあのスナックはえどういうことどういうことえけキャラいるんでしょ結局 あの場所には違うのえよくわかんないうんいやなんか映画でよくあるような終わり方になってるけどええどういうこといやバーはやってるんだろう結局だってあんなほらねいるでしょきっと多分 リムル的にはいないだろう的な感じだけど。いや、いるんだって。あ、いないのいるじゃんいるじゃんか。<laughs> あんだけ思わせぶりこして。ねえ。うわもうあ。揚げたておいしそう。<laughs> うん。あ、終わりだ。 いやー、今回けどあれだね、お米の収穫っていうかどっちかっていうと芋だったね。いやー、いいなー。うーん、日常お祭りに進化させます。ほんとその通りだね、このアニメ。もう、それを字でやってるもんな。いや、で、このリリナさんって人さ、こんなだったんだね。あんな生って色々言ったり、そんなとこがあるなんてって、そしてもう相変わらず歌っちゃってたけどね、歌うなって言われてたのにさ、 でシオンはあれだよな今回は雪辱を晴らせたと思ったのにね結局負けちゃったよなうーんいいとこまで行ったんだけどねミリムが最後の最後にめちゃくちゃでかいの取っちゃったせいでいやーあとあれ誰だったんだろうあの白髪の男の人銅像かなんかミリム子の銅像か,銅像かななんかあれが壊れた時になんか映ったあれ誰 何だったんだろういや、松茸な、俺、シイタケとか言っちゃったけど、やっぱ文化違うとあれだよね。大事にしないとこもあるじゃん。例えば、タコを食べない国とかあるわけじゃん。まあ、そういう感じだよね。えーこ、美味しいのにって思うものがさ、まあ、この場合別にそんな大して美味しいって感じではなかったけどさ、松茸。はい、というわけで、えー、今回ね、えー、テンスラ日記どうったらもう C パートあるんじゃんか。 えああお風呂うーんねえ、後ろになるシオンじゃないかほらほらねえうーん。いや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 もうちょっと映してくれ。元気にさせてくれ、俺を。あーもう終わりあー、映らない。ああ、ええー、これだけ。 うーん。たまりませんな。あーいいね。うーん。あ、体重うーん。秋ね。太るからね。え、<laughs> 誰だ壊したのは。ねえ。誰なんだ三人ともなのかもしかして、この流れは。 <laughs> もう体重をね気にせずしねちゃんと美味しいものいっぱい食べたいっていうねそういう思いがあるんだろうねはいというわけで今回点ンランにンさせていただいたんですけどもはい皆さんの今週のエピソードに対する感想だったり僕のリアクシに対するコメントなどお待ちしております以上動画をまたすぐお受けしましまババイバイ